かなんか釣ってるじゃないか。カニ食ってんの、ほんとだ。なるほど。うん、巻いてる途中。ダブルヒットですよ、ダブルヒット。おお、はい。赤のいいやつだ。いい。ブーグセイズ。本日一番じゃないか。本日一番サイズじゃないか。ありがとうございます。ナットのおかげですよ。ナットの45。ノーマルナット。キャスティングで狙います。一発で食った。おお、フォール中に食ったよ。オーモン、オーモン、これサイズいい。なかなか強いぞこいつは。なガリンペール、やばいね、ガリンペールぶちまがり。こりゃいい魚だ。よし、持ってます。はい、よし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 、よいしょ。おー、でかいでかいでかい。おー、でかい。おー、いいサイズ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 、グッサイズ出た。グッサイズ。こんな感じ。ちょっと届かないかもだけど、すげえライズしてる。なんかアオモノかな。わあ、またヒットだ。これ無理できないんだよ今日。これミドルゲームのタックルで。よし、フックだけ差し込んどいて、ちょっとね、ここ下取り込みできないんで、ステージがちょっとカメラごと移動しようか。ああ、こんな釣りやりたくないよ。くそ、ああ疲れた。早く始末して逃がしてあげないと。ヘロヘロになってるか、いつも。あ、よく太ってる。太いぞこいつ。ほらこれ太い。反応がちょっと平穏無事すぎるけどね。よし、食った。よし、食った食った食った。あ、タイっぽいな。タイだ。お、やった。いいじゃないですか。はい、よいしょ。ほら、きれいな鯛です。これ食べ頃サイズだ。よし、ガリンペイロー。あー、これ無理だ。おー、やばいやばいやばい。
ょ。プリプリっとして。ナッツブリ。ナッツジブで初ブリです。ナッツブリ。バーブレスだけど結構バレないで、ね。あれぐらいバシャバシャされても。早速佐藤君がやっぱりジモティが真っ先に釣るんだ。佐藤君ルアー何？いきなり来ましたすごいすごい。ナッツ 45g 赤金です。開始5分で開始5分ですね。ボトムからボトムから5巻き5巻き、はい、スピードどれくらい？大体1回転に、はい、1秒に1回転ぐらい。ああ普通のステディリトリーブのスピードで、はいはい、特に何もしないで、しっかりこう泳ぐから、はい、ガツン重さ乗ってからグッと。うわいいな、さすがに。今度なんかえらいパタパタ暴れてる。おおこんなパタパタ暴れてる。おお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 おしただよ。まあでもねえ、よその土地来てスリムロングでね、こういうの作れれば、ね、ちゃんと医者の言いつけ守ってるでしょ俺5キロ以内。5キロ。青物じゃないかこれ引きが。いやそれね、でかいヒラメもそういう引き方するんですよ。あマダイ、マダイでかマダイ、はいはい、おおよっしゃやったうわでかうわでけえ。これは見てくれ皆さん、うう、これは早く撮影してあげると疲れるだ地球さんがでかおおしおよし。はいこんにちは。今日は何ですかね。今日はなんかね、ジンベエの船長岩崎凛太郎が、はい、なんだか大和さんの番組でシロアマダイというね非常に珍しい魚釣ってたんで、はい、あ俺も釣ってっていうか食べてっていうのがあって、はい、これジンベイ、はい、ジンベイ書いてないアコマークがジンベイに乗ってます、はい、で僕は僕なりに自分の道具で釣りたいんでメバリ用なんだけどサビアにな、ナッツジグのこれヘビーゾーンのやつだけど 25g のこれぐらいはちょうどいいかなって感じなんで、はい、ちょっとこんなタックルで釣れるかどうかわかんないけど遊んでみます。はい、お願いします。はい、まあ巻くだけで基本釣れるルアーなんで巻くだけのついてやってみます。これはアルファス、これは出たばっかりのね、はい、アルファス SV スプールの TW、 アルファス SV TW、 どこにかここに書いたんだ、SVTW で、ラインがラインは、これはオードラゴンの06かな、うん、四
ツアーにオードラゴン06リーダーが、サンゴ、あ、つまり僕がボートメバルやる時のそのままでこんなんで白浜台大丈夫なのかなと思うけどまあまあ大丈夫でしょうって0.65 の P はまあ使いやすいっすね。あ、そう、はい、うん、まあ06なんでもやれちゃうもんね。そうっすね、うん、一番いい感じ。お、着底。釣り方分かるわけないじゃない、初めて釣るのにそんなもんまだ聞いてないですけど、あ、そう、教えてください。いや、まあ、釣り方教えてくださいったってね、初めての魚だから。とりあえず、もう僕の場合ジグだの、ナッツジグだから、こう、まあ、そこの魚らしいので5回巻いてクラッチ切って最着底、簡単。船流れてるからね、風で。はい、止まった。ここでまた1、2、3、4、5、こんなスピードか、もうちょっと遅いぐらいの方がいいかなって感じだね。高活性の時はね、かなり根魚も速いスピードでも来るけど、まあこんなもんが平均的なとこかな。平場に近いね巻くだけの簡単な釣りですね。巻くだけで、平らばより多少やっぱりジグなんでね、ルアチックな要素も、例えばこういうここから止めて水平にさせてもいいし、まあ白浜がどうやって食ってくるのか分かんないけど、まあ普通に僕が根魚釣る時は追わないんだったら、ここからこうリフトして抜きながら竿で追っかけてるんです。で再着底したらまたリフトをして、でウエイトをこう竿でコントロールというか支配しながらこう下ろしていくと、まあ、畑なんかはガーンって打ってくるよね。さあ何が釣れるんでしょう。そうですね、まあ最近多いのはやっぱり ESO はもう特にオフショア出たら、こういうとこ来たら絶対つきもんだよね。はい、そしてこの船の記録はレオンさんの70センチです。あ、僕が記録なの。はい、あれでかかったね。でかかったですね。あれは食べたかったもん、あの時逃がしちゃったけど。今ここ水深30メーターで、今多分50メーターぐらいキャストして、そこ取ったらライン角度こんなもんだな、少し斜めになってね。まっすぐ下に下ろすがいいのか、少し斜めに投げといてこう巻いて誘う方がいいのか、その2つぐらいしかないんじゃないかな。それも30メーターだからできるんだけど、50になったらもう投げても無駄っていう、ほぼね。投げて巻くだけ、魚がいれば絶対にコンコンと当たってくる。それがナッツジグ。魚に食い気があるかどうか分かんないんで、とにかくこうやって、あ、当たった当たった。やっぱ巻いた方が反応いいみたいな。終わってこない、もう一回落として、これでチェイスしててくれれば次の巻きで案外ガツッと来たり。正体は分かりません。え、そこ多いからね、だいたいそこが砂地のとこは。そうですね、ここも多いですね。多いね、はい、絶対鉛筆エソの可能性大。エソ100、糸より10。エソ100、糸より10。白浜1。白浜1なんちゅう釣りだ。あたた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 たよっ。あ、大きくないぞ。なんだ第1号。おー、いきなりですね。早かったですね。うん、まあこれはでも20センチ歩かないかぐらいの、なんだろう、あんまり暴れないし。エソかな。お、エソだろう。ほら、見た、みんな期待通りだった。もう本当にもう期待を裏切らないで、ね、これを100匹釣っていきましょう。これ100匹にしろ、まだ1匹。はい、よし、頑張ろう持ってる人しか釣れないんで。おお、よし。
大毛旗なんかだと この状態で15回は巻くんだけど、今日は大毛旗狙いんじゃないので、あのだいたいそこ付近で生活してる。お、あ今巻き始めに当たったけど、あ来た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 、あコードフォール、えそかな。アマダイってあんな当たり方する？結構ガツガツきますね。離しちゃうよ、もうすぐ。ああ、離します。離すんだ。はい、糸よりも離します。ああ、じゃあやっぱりカニかなんかをこう、カン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 って噛むような、そんなのが食い方するんだな。なるほど。ズボッと吸い込むわけじゃないね、この魚。ですね。じゃあ今の本命の可能性あるじゃん。はい。おお。100分の1。100分の1。すごい。わずか 1% にかける男たち。おおおお、来たぞ来たぞ。乗った乗った。よし乗った。よし。ドラッグクリッカー欲しいよねこういう。ズズズズっていうだけで。結構冷静です、ね。なんだ？ナットジグのね、25g。クロアビ。なんだこれ。叩かないから。リンちゃん、あやつじゃないぜ。何でしょうか。叩かないこれ。重たいだけだもん。最初はウニョンって言ったけどね、その後はこっち行ってくる。たぶんコウイカとか。コウイカ。さすが。そんな引き方。謎。ジグ。お、横に走ってるんですよこれ。ほら。ほらほら。なんだこれ。餌のでかいやつ。コブ？ああ。本物本物。本物本物。これシロアマダイですよ。シロアマダイですよ。これ何これ。レオンさん。レオンさん。これ幻のシロアマダイですよ。コブだでしょ。いやいやいや、おーすげえ、嘘じゃん。いや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 、ほら、いやすごい、はい、でかいねしかも。いやおかしいな。何これ、これいきなり来ちゃったじゃん。いきなり来ましたね。皆さん、僕さっきも言ったと思うんですけど、うん、この魚持ってる人しか釣れないんですよ。ほ、持ってる。持ってる。持ち持ってる。いやー、嬉しい。いや、シロアマダイを釣りたいなーって乗ったんだけど、あ、じゃあまともな魚がね来た。さっきまで鉛筆エソだけだったの。いいの来たぞと思ったら本命だ。これめった釣れないんだって。しかも結構大きいんですよこれ。結構大きいね。大きいですよ。これめったにってどれぐらいめったに釣れない？まあうちで本気で狙って3回に1回ぐらいですよ。3回挑戦して1回ぐらいしか釣れない。そうです。大体僕が釣ります。お客さん釣ってない。釣ってない。いきなり釣っちゃったよ。さすがだ。すごいな。すごいな。いいの。42、3。これ白浜田の42、3ってどうなの？まあ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 いいサイズ、うん、十分食べ応えがある。うわー、よかったね。今日の今日はもう飲みましょうか。今日もの、ね、あったかできたね、はい、クロアワビ 25g のクロアワビ、そこから巻くだけ。ただ巻いてたら小巻きぐらいでグワッて。おおすんげー、やっちゃったよ。こんなとこかかってるよ。危なかったね。これ何がかりって言うんだこれ。うわー、顎もなんかどん先っぽにかかってるよこれ。うん、白浜です。この浜違うか。
おお、もう城下町だよこれ完全に。白ビールの。そして今からこいつを持ち込むお店が。あちらにあると。素晴らしい。どうもー。毎度。毎度です。毎度これで申し訳ないです。これがほら仕事じゃないから。それは何？まず刺身ですね。白甘鯛。おお。うん。美味しいの？美味しいですね。うまいの？やばいね。すげえな。超高級なお刺身食べてます。綺麗だねでも。うん。いいがね。何を歌ってるんですか。これ凛ちゃんが言ってる。あ、これです。これ、はい、すごいね。これどうなったの。皮だけ別に歌う。揚げ出し豆腐と一緒。これはやばいよ。なんかまずカリッといきたいじゃね。そうですね。甘鯛のこれ色こつきだよ。これ見える。いただきます。なんだこのカリカリ。あ、うまく、うまっ。これね、言っとくよ、みんな見てる人。釣らなきゃ食えないからね。まず釣りましょう。おいしい。それが難しいんですよ。